はい、じゃあぬるぬる通信の、2本目いきたいと思います、はい。カメラを反転してなかったな。反転しました、はい、OK、店内にグラスが映った、はいはいはい。さっきの話の前にですね、はい、お生のおかわりを、あ、お生のね、はい、では、まあ、さっきの話のさダムの話だけどさ、これもいろいろ言われててさ、はい、結局この間元吉さんがサップで、うん、あそこ、笠松のね、うん、松並病院のある笠松大橋から、はいはいはい、赤い大橋じゃなくて、農業大橋まで、はい、川を下ったんだって、うん、サップでこう、うん、パドルサーフィンこぎながら、うん、そうするとやっぱ笠松大橋あたりはまだ流れがある。ところが魔界大橋に近づけば近づくほど、こう流れがなくなって、で最終的には魔界では湖みたいに溜まってるわけよ。やっぱこれが原因で泥が溜まって、その板線からの保護とかにも問題が起きたりとか、難しい状況が起きてるよね。その二枚貝っていうのは何なんですか？そのしじみとかそういうのなんですか？そうだって、そこで塩水止めちゃってる以上、そこから上流は汽水域にならないわけですよね。塩とその淡水が混ざった状態にならないから、淡水だよね、うん、だけど、いたよ、あ、しじみが、うん、農業橋の下、したたかですね、生き物は。で、まあ、そういうのもね、うん、何が原因なのか、結局もともと橋ができてからソグエムシって言われる虫がね、イスリカが発生して、うん、徐々にこう上流に行ってしまうんだけど、はい、一体その原因は何なのかって、ね、市長も学者じゃないんですよ。対策しますって言った割にはさ、原因が分かんない。学者もいろいろ調べるんだけど、学者もちゃんと調べてはっきりしたいわけじゃん、うん、そうするとやっぱり時間かかるんだよね。でも俺らの中でも結論が出てて、ソブエムシって言ってダム作ってから徐々に上がってくるんだから、ダムがあったところが悪いんじゃねえのっていう。ダムができてからソブエムシが出たんだから、でソブエムシが調べたらイスリカで、あれ正式に蚊の仲間じゃなくてハエの仲間なんだ。そうなんですか、うん、まあでもその一応政府がね、政府っていうかその市が頼んだ学者ってことは、ひょっとしたら御用学者の可能性もありますからね。ああ、そういう御用聞きして研究費をいただくという、ね、そういう学者さんの話を学者さんから聞いたことがありますが、ね、例えばグローバルタウンのね、三重大の教授、あんたそう言われてもおかしくないんじゃないですかっていうね。4年間で1000万も使って、何が変わったんですかね、この町はっていうね。市長の公約のね、国際的なグローバルな町づくりとか言ってね、全然グローバルになってねえじゃん。ねえ、まだやってないけど、イタリア祭り、うん、あれもひどいもんでしたからね、前は。まあ、あれもね、結局お市祭りに助成金が入ってくるじゃん、うん、だから、イタリアンフェアになったけど、うん、今年いっぱい助成金がイタリアンフェアとして入ってくるけど、それで打ち切りになっちゃった場合、イタリアンフェアになるんじゃねえの、うん、で姉妹都市提携をしているだけになるってことですか、うん、で、国際交流協会が最初言い出したんだけど、うん、はい、その国際交流協会も、うん、もうお手上げ、まあ、言いにくい話なんですけど、本町さんちょっとそれだらしなくないですかって、あれはひどいもんね、本当に。もう一つ、はい、この間経済振興課のお役人さんとお話をさせていただいたんですが、はい、お話はね、はい、悪い顔になってますよ、はい、そしたらですね、来年はなんと七夕お祭り60周年で非常に華やかにやる予定なんですが、この時点で駅西には予算は回ってきませんよって言われました。ああ、そっか。ああ、7月の終わりに七夕が終わり、8、9で2ヶ月ちょっとしか経ってないんですけど、はい、残り10ヶ月も前にして、はい、我々に予算がないというのが、こう確定するんですね。早いですね。まあでもそっちの方がやりがいあるんじゃないですか。まあね、なんか結局役人さんも言うけど、一宮の市民 の, そのスタンスがちょっと考え方が間違ってて、本来
助成金ありきで市から金がもらえるから祭りをやるんじゃなくて、自分たちで最初は一本立ちする前に市から補助を受けながら一本立ちしていくようにしていかなくてはいけないんだけど、その気が全くなくて、毎回毎回金くれ金くれっつって、金何に使ったのっていうと、何に使ったんですかね、商工会さんのね、うん、商工会さん合計もね、この間もらってですね、今子供に飴をいっぱい配ってるんですね。知ってる？大々フェスタ。ああ、やってます、やってます。はい、5億円のお礼が子供への飴玉というね。ずいぶん高い飴玉ですな。そうです、まあ、食べていくとガリってなる。わあ、金だみたいな。いや、マジで。ダイヤだ。純金とか。そうそう。マジで。殿様飴ですね。殿様飴。殿様飴。こんなやつは俺にもくれって言まあ、好き勝手。まあ、他にヌルヌル通信でさらっと話すんだったら、はい、FM の局長が変わりましたね。ああ、そうなんですか。うん、ああ、ああ、で、局長が変わって、まあ、俺のね、NPO とね、前の局長は全くね、接点も何もなく、まあ、正直、あんまりいい風には俺は思ってなかったんで、今日、俺電話してみたんですよ。一度ほうほうほう、局長変わったらしいんで、局長、はい、新しい局長を出してっつって、はい、ちょっと話してみた、はあ、でまあ俺らね NPO で、うん、できることっていうのが、うん、まあ、いろいろあると、はい、で地元の NPO と地元の FM 局が、うん、まあ、そういうね連携をしていくことは、うん、防災の面において必要なことだから、うん、まあ、その音楽番組作るとか、うん、そういったことには俺は一切興味ないんだけど、うん、だけどさ、結局さ、何のためにラジオができたのっていうとさ、防災じゃん。あ、そうですね、今この時点で大地震が起きて、うん、じゃあ誰がね、うん、FM 局に行ってスイッチ入れて放送するのっていうのは、うん、まあ、某ね、名前は出せないんだけど、うん、現役の FM 一宮のパーソナリティが言うには決まってない、うん、決まってないですよ。まあ、そこが本質ですもんね、それがあることの、うん、そうで、市が、あ、ごめんなさい、市がお金払ってた意味の本質ですもんね、うん、だから今までのその流れもそうなんだけど、うん、深夜番組でなんか好きな曲かけて好きな若いやつに適当に喋らせてやってたけど、うん、でも結局のところちゃんとしなきゃいけない、その防災の全く抜けてた。でそれに対してうちの NPO は協力しますよ。例えばそのなんだろう、各スタッフ、例えば俺だったら奥長氏で、あの元氏さんとかだと浅井とかさ、まあ、一氏とかこの辺なんですけど、でもいろんな人の目があるわけじゃん。でそういうところから情報をそのタイプ送るようなこともできるし、そういう連携をしていきませんかっていう話をした。これって結構大事なことなんじゃないかな。大事ですよ。で本来さ、防災 FM、うん、で俺から言わせると、うん、防災 FM のくせに、うん、1階が駐車場で、うんうんうん、大地震来たらひっくり返っちゃうんじゃねえなって変わってね、あー、くしゃってなっちゃうってことですか、うんうん、なんで1階が立体駐車場みたいにさ、吹き抜けの駐車場で柱しかねえわけよ。でそこに、ね、大地震が来たら、じゃあ FM 局傾いちゃうじゃんとか、ね、あーってなる。まあまあまあ、うん、ハリウッドのね、特撮スタジオみたいになっちゃうんですね、うんうん、そうですその時は、はいはい、まあそれもそうだし、まあ今この時点でなんか災害が起きた時に、じゃあ誰がいつどんな形で何をするかっていうのは全く決まってない状態だっていうのを、はい、まあ、我々の独自のね、うん、ソースによって、はい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 、おソースによって、ね、おソースによってね、ソースを出せっていうね、ありますからね、ネット見てるとね、ソースはあって、それは言えませんね、ソース元を守らなくては今後もソースとして、ね、はい、提供されない、そうですね、はい、まあ、強いて言うなら、骨がね、情報通の骨がいるからね、はい、確かにね、そうですね、お姉さんいればなんとかなるんだけど、てかその名前を出したらなんとかなるんですけどね、どっから情報が来たとしたら、
で、まあ、そんな話を、うん、今回、なんかヌル通信って言いながら、結構ぬるくないね。後半はシビアなこと喋りましたね。なんか、あれだね、下世話の話でも一つ入れておきますか。あるんですか、あるんだわ。なんかあるかな。あ、考えるんだ。いつも下世話の話をしてるから、ちょうどいい下世話の話っていうのはないじゃん、我々の話は。ね、もう言えないっす。そうですね。確かにここで話せないような下世話の話はありますけどね。親、兄弟ね、なんか家族が聞いたら、本当、あんた何考えてんの。本当ですよ。一応これ公共なんだよっていうね。